ははい皆さんこんこにちはジョーです1月の14日今日は土曜日日となっております今日皆さんと一緒にニューヨークの株式市場を見ていきたいと思うんですけれどもえ今日の株式マーケットはですねよりに関してはマイナス圏での推移だったんですが、まあ、その後大きくまあ上昇して戻してですね、まあ、最終的にはまあほぼフラットぐらいまで戻してきました。 まああのじりっとまあプラスではあるんですけれどもここ最近のチャートとかを見てみると結構そのダウンサイドに行きながらも最終的には下にもあの上に戻ってくるという動きがまあ結構強くてまあやっぱり徐々に徐々にマーケットでポジションを取るというようなことがまああの年初ということもあってまあ起きているのかなと。かつやっぱり今のマーケットの前提としてえ今年の後半にはですね非常にマーケットが好調になるというかまあしっかりとプラス圏に戻ってくるということが 予想を結構されているところと、まあ、あとはですねポートフォリオーのリバランシングつまりまあ去年非常に強かった、まあ、原油ですとかそういったところからテックですとか、まあ、あとはそれ以外の非常に今後期待できるようなセクターに資金が入ってきているというのも一つあるんじゃないかなというふうに思います、まあ、あと非常に面白いのがここ最近仮想通貨ですとかあとはゴールドですね去年非常にパフォーマンスが悪かった銘柄に資金が集まってきているというのは 今年に入っての大きな特徴なんじゃないかなというふうに思っているので結構そういった動きが今後も継続して入ってくるんではないかなというふうに思っているのでやっぱりちょっと一部ポジション偏りすぎているなと思う方はちょっと調整をしてみるというのもありなんじゃないかなというふうに思いますしあとは先日から申し上げている通り、まり非常にドルがここ最近弱くなってきているんですよね。でもドルに偏ったポジションを取るという人が 徐々に減ってくるんじゃないかなというふうに思うので、まあ、そのあたりのトレンドっていうのは今後も続いていくんではないかなというふうに思っています、まあ、あとは結構面白いなというポイントに関してはここ最近悪いニュースが出てもマーケットを売られなくて、まあ、いいニュースが出ると買われると、まあ、つまり去年と全く逆になっていて、まあ、いい材料を今マーケットは探しているつまりまあやっぱり買いたいっていうような方向感に気持ちがいっていると思うんですよね やっぱりこの辺り、まあ、今日とかは特に感じるんですけど、まあ、あのマーケット全体として、まあ、センチメントというか、まあ、方向感が変わってきているんじゃないかなっていうのは、まあ、少しずつ感じていますただし、まあ、今の,その見方が合ってるかどうかっていうのは全然別だと思うので今のやっぱり会員の前提っていうのは年末の方向感に向けて金利が下がってくるということだと思うんですよね。まあ、それれれが起こるかかかどどうかっていうといいののは、まあ、別としてまだ分かんななでであれなんですけれども まあそういったところにかけてみたいなという方はまあ一気にポジションを積み上げていくというよりもちょっと時間をかけて様子を見ながら少しずつポジションを積み上げていくという方向感がまあ一ついいのかなというふうに思っています。で僕は株式に関してはまあ年金とかっていうところを含めてまあ一部持ってはいるんですけれどもまだそんなに大きなポジションを張っていなくて少し慎重にまだ見てるという感じですね。あとととはそそれ以外のセクター例えば不動産ですとかまあ仮想通貨そういったところに まあ資金も結構振っているので、まあどのタイミングで株式マーケットに入っていこうか、プラス、まあ、結構債券みたいな属性の商品も僕持っているんですよ。なのでまああのあまり急いで株式のマーケットで、えー、リスクを取ろうっていうのはまあ正直まだないので、まあ、もうちょっと若干ちょっと様子を見ながら、えー、判断をしていきたいなというふうに思っています。一応先日、えー、LINE を通じて皆さんにごじご連絡したんですけれども、えー、来週ですね。 再来週かアメリカの方で GDP26 日 GDP で27日 PCE そして2月1日に雇用統計そしてアメリカの FOMC があるということでかなり再来週ですねイベントがたくさんになっているので、まあ、ボラティティこの1週間2週間でかなり出てくるんではないかと思いますのでぜひですね、まあ、お気をつけていただければと思います。 でえー、今日はですね、まあ、そういったマカロン関連のニュースとかに加えて、まあ、銀行の決算というのも一部出てきたので、まあ、そのあたりに触れていきたいというふうに思いますあとはですね、まあ、ちょっと指数の方が入っていく前にこのチャンネルはですね f x g t のスポンサーでお送りをしておりますで f x g t なんですがやっぱりあのここ最近非常に大きく金利が変わあの動いてますよねでそれによって、えー、ドル円がですねかなりダウンサイドの方向に向かっていきそうだとで今 あのスワップ金利というものがありまして10年債の金利は0.5%でとどまっているんですけれども、まあ、その政府が介入できない1年のですね、まあ、金利を借りる、まあ、その変動金利を借りる金利水準というのは1%なんですよ。なので0.5%で今頑張って日銀が止めようとしている10年債の金利のです、ね、上限撤廃っていうのが行われると、まあ、1%までいくかどうかの別としても大きくバーンと跳ね上がる可能性があって、まあ、そういったことが起これば まあ大きくまた円高に年はですね触れていく可能性があるので、まあ、そのあたりのやっぱりリスクっていうのを、まあ、米国株特に投資されている方は気になるところだと思うので、まあ、やっぱりドル円とかのポジションを取れるような何かしらの ええまあしっかりとした対策っていうのはま取っておいていただければなと思います。やっぱりこの FXGT はまあ口座開設するだけで一万五千分のボーナス今もらえるキャンペーンやってたりとか、まあ入金するとまあ三十パーセントないし二十パーセントの取引ボーナスでもらえるので、まあそういったところはぜひ使っていただきたいなというふうに思っています。はいということでまずは質見ていきましょう。現在ですねダウがプラスの零点一五パーセント。 S S P、がプラスの0.22%ナスダックがプラスの0.39%ラッセル2000がプラスの0.27%となっております米国の10年債の金利なんですけれども、まあ、6米質ほど上昇しまして3.5%復活ですねで先ほど申し上げたように、まあ、ドレーンなんですが127.89というところまで大きく下がってきておりますで今日はやっぱりドルが全体的に下がっているということもあってコモィティが非常に強くてですね 原因に関しても79.87というところまで戻ってきておりましてゴールドも引き続き1%以上の上昇で1922ドルというところまで今上昇をしております。でナスダックこれチャートをです、ね、見ていただきたいんですけれども大きくやっぱり下ひげがビョンと伸びるタイミングはあるんですが毎日毎日上手をですねキャンドルベースで切り上げていってるっていうのは、まあ、結構マーケットでまあ交換されてるあの非常にいい まあ非常にモンメンタムがあるっていうところかと思いますし、まあ、ちょうどこの白い線ですね100日移動平均線というところで、まあ、今押さ、えー、えつけられているっていうか、まあ、トライしにいっているような感じですよねまあこれが今後どうなるかっていうのが一つ大きなポイントにはなってくるんじゃないかなというふうに思います、まあ、あとは金利は今日若干上がってはいるんですけれどもまあ大きなあのトレンドになるかどうかっていうのは今後もう少し今後の PC ですとか FOMC を見ていきたいと思いますあとはさっき申し上げたように このドの金利ですよねまた大きくバーンと跳ねた後、まあその後も継続してやっぱり上がっていってるっていうのは、まあ、結構マーケットが気にしてるポイントなんじゃないかなというふうにも思いますし、まあ、今日銀が行っている YCC ですねイールドカーブのコントロールというところを撤廃する可能性が近々ある可能性もやっぱりあるあの今後日銀のですね代表の黒田さんが変わる可能性もあるので、まあ、そのタイミングもしくはその前で 上限撤廃可能性あるんじゃないかっていうような議論が結構行われているので、まあ、ドル円はですねやっぱり下の方向感の勢いがちょっとやっぱり今の状況を見ると、まあ、強くなっていきそうですよね。でこの1年間見ていただくと、まあ、あのやっぱりこの金融政策が大きく変わったタイミングでグワーッとドル円が上昇してきていてそれがまた今反転をしてきているというところなので、まあ、ある程度早いタイミングそういった YCC ですねイールドカーコントロールの 撤廃とかっていうところがより強く議論されていくと120円とかそういったところにぐーっと早いタイミングでいっていく可能性もあるのでやっぱり今年はドル円が従っていきそうなトレンドのまあ本当に金融政策かアメリカの金融政策かやっぱり利下げになっていくとその辺りの加速感というのも出てきそうだなというところは見受けられるかなと思います。ニュースちょっとと見ていいきたいと思うんでですすがいやまずはですね今日アメリカののミシガンの 大学が発表しております1年先の期待インフレ率というところが下がってきましたと。で予想がですねすみません前回が4.4%っていうところだったんですけれども今回4%に期待が大きく下がっています。で一応5年先のインフレ率に関しては2.9%っていうところから3%に上昇はしているんですが、まあ、短期的な 物価上昇率とととといいいううこころの期待が下が下っているということで、まあ、少しマーケットはこういったところにも安心感を感じているんじゃないかなというふうに思います。でまあそれらを受けてやっぱり引き続きアメリカの FOMC での金利の,、えーまあその見込みみたいなものは、まあ、やっぱりどん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 下がっていっておりまして今年に関しては追加で25ベースポイントの利上げが2回そしてその後はまはあ、かなり、まあ、しばらくの間半年ぐらいですかね維持された後に。 まあ利下げが11月と12月にあるというような予想になっているんですけれども、まあ、本当にこうなるのかこういったところの予想をパウエル議長にフォームシーでかなり強くいろいろと質問が見せられると思うので、まあ、そのあたりにどういうふうな受け答えをされるかというところが非常に大きなポイントになってくるんじゃないかと思います。はいまあ、これに加えて面白いなと思ったのがバンコブ・アメリカで,です、ね、株式投資家債券投資家もろもろヘッジファンドを含めて調査を行ったんですけれども 株式と債券のファンドに今資金が流入していると。で特に多かったのがやっぱり債券ファンドなんですよね。なのでまだやっぱりマーケット全体としてものすごく大きくリスクを取りに行くっていうよりも結構まだ慎重な姿勢っていうのがこういったところを見,られ見てもあるのかなというふうに思います。あとはですねここにもあります通り2022年の敗者だった暗号中国そして まあクレジット及び株式。クレジットっていうのは、まあ、社債ですね。えー、そういったところに今、資金が入っていて、えー、若干ちょっと現金だったりとか、まあ、コモディティから今、資金が抜けているというような話もあります。なので、さっき言ったようなリバランシングがまあ起こっていると。であとはですね、えー、ここにもまあ記載は一応あるんですけれども、まあ、結構新興国への資金の流入っていうのが、一部見られるんですよね。あれどこだったかな。あのー、新興国っていうのは まあやっぱりドル高が進んだことによって、まあすごくですね、あのここですね新興国の債券と新興国の株式への流入がまあ結構多かったんですけれども、ドル高が本当に大きなあのネガティブな要因となって、まあかなり2022年はあの厳しい戦いだったんですよね。でまあそういったところの資金が入っているということで、まあやっぱり今安い アセットクラスって何なんだろうっていうのを、まあ、頑張って今投資家は探しているというのが見受けられるんじゃないかなというふうに思いますし、まあ、やっぱり今年大きく注目をされているのが暗号通貨仮想通貨ですね、まあ、そのあたりの上昇っていうのはもうすでに年初来で20%ト超えるような上昇も見せているので、まあ、今年大きく期待がさらに高まってくる可能性があるのかなというふうに思っています。はい、で続いてなんですけれども、まあ、トレーダートークというような記事がですね今出ているんですが。 今注目されているのはもちろんマクロのポイントもあるんですけれども決算というのも大きなポイントになっていると。で決算が今年の後半にかけて良くなってくるということが今マーケットで予想されていて、まあ、ちょっと具体的な予想っていうのをもう少し拡大して見ていくとこんな感じなんですよね。ののの全体の決算いいいうのはは、まあ、あ第第ーーーター第2クォーターは非常に悪い数値がが出てきてきるんですが 第3クォーター第4クォーターっていうことは前年の同期比に対して大きく上昇するとつまり第3クォーター第4クォーターのまでには全体的な決算というのは非常にいい数値を見せるんじゃないかというような期待が高まっていると。でかつ今やっぱりこのラージキャップのテックに関しては非常にまだまだ問題を抱えてはいるんですけれどもコモディティの関係の ストックに関してもやっぱりコスト高っていうところが非常に今大きくなってきてますよねっていうのも注目をされていてやっぱりここ最近大きく買われている銘柄に関しても全体的にその企業の経営がめちゃくちゃいいからっていうよりもやっぱり相対感とかあとは今後のコミュニティまの上昇期待感みたいなところもあったと思うんですがやっぱり今の状況で。 まだやっぱり全体的な市況、まあ、あもそんなに良くないということで、まあ、やっぱり今、勝っている銘柄から大きく負けていて、まあ、かつ、バランシートも今後かなり強,化で強固で経過できそうなところというところが、まあ、今、非常に注目をされているというような感じですね。はい、で、まあ、今回、やっぱり決算出てきていて、まあ、銀行がですね後ほど見ていくんですけれども大きくまた反発をしているんですよね。 でまあ、思ったより悪くないような決算が出てきているので、まあ、こういった決算が他のセクターでも続けば株式マーケット全体の総合につながっていく可能性も高いのかなっていうふうには思っています、はい。でもう一個面白いなと思ったのが銀行がですね結構そのコンシューマー系つまりクレジットカードですとかあとは民間に対して貸し付ける。 貸し付けるビジネスっていうところに対して結構投資をしたり頑張ったりビジネス拡大していったんですけれども、まあ、その辺りで大きく損失が出ているというのが今注目をされていますと。でこれはここ最近ずっと皆さんに申し上げていた、まあ、アップスタートですとかそういったまあ消費者金融系みたいなところのビジネスも同様で本当に大きく売られていましたよね。こここののたりりがやっっっぱうううまくくいいいいてててなな、まあ、ととははそろろに特化しているところだけではなくて ゴールドマンですとか、まあと大手の銀行に関しても同じようにまあ、そういった状況に陥っていると。ただし、えー、まああのもう先行して大きく売られていたところに関しては、まあ、結構底打ち感が出てきているっていうのも一定程度あると思うので、まあ、もうそこから下がらないっていわけじゃないんですけれども、まあ,ある程度、えー、最悪期をまあ脱したもしくはま最悪期が近いみたいなところは。 まあ思いながら買っている人も一部出てきているような状況だと思うので本当にちょっとセンチメントが変わる可能性があるのかななんていうのは思っていますただしまあ決算次第ですねあとは今後のリセッションの状況っていうのも見ていかなければいけないので本当に完全にあの自分が持っている資金を大きく変えるっていうよりもちょこ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 じわ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 変えていくっていうのが今必要なのかなというふうに思います。 はい、でここからちょっと決算見ていきたいんですが、えー、JP モルガンの決算は予想上回る増益ですねでかつ、えー、次もう一個見ておきたいのが、まあ、シティこちらは若干、まあ、下回る予想でしたでバンコブアメリカに関しては予想上回るような収益で、えー、こちらウェルス・ファーコに関しては、えー、利益が半減していて、まあ、結構決算の内容的にはまあ悪かったんですけれども彼らが悪かった理由っていうのは、まあ、結構基礎ですとか、まあ、あとは 自分たちで大きくリストラをして、まあ、そういったことで、費用が短期的に加算でしまったと。で、全体的に見ると、銀行の決算はそんなに思った以上に悪くなかったですね。ただし、一つ気になるのは、前回の決算よりも、え、引き当て金の、え、額とかっていうのが増額していて。やっぱり今後の、決算の、まあ、悪化っていうところは一つ。まあ、見込まざるを得ないのかなっていうのは思っています。ただし、全体的に見ると、まあ、思っていた以上も、よりも。 と、まあ、よい,よいうような結果だと思うので、まあ、全体的に銀行セクターはまあ上昇していて株式マーケットについても悲観をしているような状況ではないと。で、えー、ただし、まあ、あのこの銀行関連の CEO とか、まあ、CFO のコメントとして、まあ、多く出てきているのは結構警戒しているコメントが多いんですよね。でやっぱりそれっていうのはおそらく今後の決算とかを見てみてもまだまだやっぱり引き当て金への あとは今後もそんなに簡単に自分たちのビジネスを今伸ばしていけるような状況ではないと特にこのウェルスファーゴに関しては住宅ローンをですね貸し付ける部署っていうのを大きく削減したりとかあとはもう JP モルガンに関してはそういったのをもう数か月前もう半年前ぐらいからやってきていて大きなビジネスの縮小っていうのを実際にやってます。 でえー、まあこれは銀行にもよるんですけれども、まあ、特に、えー、ゴールドマン・サックスなんかに関してはこれまで本当にまあ大きく稼いでいたトレーディングですとかまたはインベストメントバンキングというところの収益がですね大きく落ちていてこれまで分けてたんですよその収益の,あの会場ですね。であまりにもインベストメントバンキングが悪すぎたからだと思うんですけどトレーディングのビジネスともう収益 合算しししててて発表してたりとかしてるんですねでこのあたりもやっぱりあの結構苦しいなっていうところとアップルと一緒にアップルの、えっとまあ、クレジットカードのビジネスとかもやっていて、まあ、それもなかなかうまくいかないと。でかつ今やっぱり銀行が、まあ、このような形でリスクをそんなに、まあ、頑張って取れないという状況でもあるので、まあ、マーケットとして、まあ、そんなに、えーまあ、あの刺激策みたいなところが民間、まあ、レベルでもできないので、まあ、やっぱり少しもう,もう少し見ていかないと。 ええ、まあ、本格的な、まあ、底打ちというか、あのー、経済の回復っていうところは。まあ、先がまだ見えづらいのかなというふうに思っています。はい、まあ、ちょっと、さい、最後の方、説明が。わかりづらかったかもしれませんけれども。まあ、まだまだ、やっぱり。あのー、本格的な回復。からの反発っいうよりも。まあ、最悪期は出したよねみたいな。ところの。えー、まあ、今議論がされているのと。まあ、あとは、本当に。最悪期出しているのかっていうのが。 えまあ警戒している人たちの,あの思思だと思うんですよで先日ブラックロックもですね今後まだまだ利上げをしていく可能性だったりとか物価上昇が続く可能性もあるよというふうに言及をしているので、まあ、あのコンサバメに見ている人が、まあ、特に金融機関は多いので、まあ、彼らっていうのはやっぱり資金フローとかっていうのも見えていますし、まあ、実際に彼ら自身のビジネスも相当きついと思うんですよね。ちょっと内部の人にい話を聞いてみる限り、まあ、銀行は あのしばらくまあこんな状況が続きそうなのでまあ経営としてはちょっと苦しそうだねっていう話もあったのでえまあそんなに本当に今のえまあ予測感っていうんですかねまあの利下げ来るだろう説っていうところばっかり見てえまあリスク取りすぎないようにえ注意をしていきたいなというふうに僕は思ってます。はいということで皆さん今日も動画をご視聴ありがとうございました。ままた次回の動画でお会いしましょうさよなら